M16MGMCM16 対空自走砲は、アメリカ合衆国で開発、生産された自走式対空砲である。通称は、ミートチョッパー。当項目では、主兵装として搭載された M454 連装機関銃化と合わせて記述する。M3 ハーフトラックの車体後部に M454 連装対空機関銃化を取り付けた派生型で、 M13 対空自走砲の後継車両である。1940年10月、アメリカ軍は低空攻撃をかけてくる敵機に対する対空兵器として M2 ハーフトラックに M22.7mm 重機関銃2丁を装備した航空機用旋回機重化を搭載、これを T1 と名付けた。しかし、これは改良の余地が大きくあり、いくつかの試作を重ねた後、 独立した発電機を持つマークソン社の電動式旋回機重化を搭載したものが開発され、また搭載車体もより広い M3 ハーフトラックに変更、試作名 T1E4 改め M13MGMC として採用された。M13 はレンドリース用である走行材質の劣る電化版 M5 ハーフトラックを使った M14 とともに量産されたが、 M20 機関銃2丁では、威力不足とされ、新たに4連装型が試作された。また、いくつかの試作を重ねた後、マークソン者製の M45 機関銃化が搭載された、M3 ベースの M16、および M5 ベースの M17 として採用された。M13 からも銃化の交換で628両が改造され、新規生産と合わせ3505両が生産された。 廉価版の M17 も線量が生産され、ソ連に提供された。M14 はイギリスに提供されていたが、イギリス軍はこれを不十分な兵器であるとして、重火を撤去してしまい、普通の輸送用を M 5仕様に戻してしまった。また、輸送用の M3 から改造された M16A1 も、あり、これは、戦闘室上端の装甲が折りたたみ式になっていない、ため、 重荷を一段高い位置に設置していた。また、一部の M16 は、断層の交換手を守るために、重荷の左右に、バットウィング型装甲板を増設している。戦後、40mm 機関砲を装備した M19、M42 といった本格的な対空戦車の採用で引退し、M1A に 37mm 機関砲を装備した、M15 対空自走砲と共になとうなど、 西側諸国に、また、陸上自衛隊にも1952年より168両が、供与され、1974年まで使用された、m。M454 連装対空機関銃下に、搭載された M20 機関銃。電磁石式の撃発装置が装着されている m、m 2 2 7ト、mm、ル重機関銃は、機関砲と異なり、弾頭の炸裂しない、通常弾、鉄鋼弾、 栄光弾を用いるため一発一発の威力は劣るものの4連装にすることで瞬間的に多数の弾丸を打ち出すことができ低空攻撃をかける地上襲撃機や急降下爆撃機に対し弾幕を張るのに有効であったしかし連合軍が制空権をほぼ完全に奪ったため対空用としての出番は少なくむしろ水平射撃による地上支援に活躍した 射程と貫通力が高い 12.7mm 弾は、対人用として強大な破壊力を示し、距離によっては、軽装甲車両も破壊できた。特に、朝鮮戦争では、人海戦術で押し寄せる中国人民志願軍に、対して、大きな効果を上げた。これが、ミートチョッパーと呼ばれる由来である。M454 連装機関銃火は、電動で旋回する銃座の左右に、 M22.7mm 重機関銃を縦に2機、左右計4機を搭載したもので、中央部にいて1名が登場して操作する。重化の左右旋回、上下浮揚は、電動で左右360度の全周旋回が可能であり、マイナス5度から90度の浮揚角を取ることができる。球団は、美方の M2 機関銃本体の機構によって、ベルトリンクにより行われ、 重火自体には気力による球弾補助装置等はない。照準は光学照準機による目視式である。M45 は M16、M17MGMC の他にも輸送用トラックに搭載され、ガントラックや即席の対空車両として使用される例もあった。第二次世界大戦中には GMCCCKW2.5 トントラックに搭載された例がある。 ベトナム戦争では、M352.5 トントラックや M545 トントラック、あるいは早期車の M548 カーゴキャリアに搭載され、ガントラックとして輸送コンボイの護衛任務に用いられた。また、第二次大戦中からトラックなどで M45、機関銃火を牽引できるようトレーラーに積載することも行われており、 重量のある二軸四輪の M17 トレーラーに M45 機関重化を積載したものを M51 多連装機関重車、軽量な一軸二輪の M20 トレーラーに M45 機関重化を積載したものを M55 機関重トレーラーと呼称した。陸上自衛隊は本社を退役させた後も、この M45 機関重化を M55 として警備用に保持している。また、 航空自衛隊も基地防空用に長年 M55 を保有運用してきていたが、後継機種であるバズの導入に伴いすでに実践運用からは外れており、現在では予備装備としての保管のみとなっている。なお、M45 の美法としての M2 機関銃は、電磁式トリガー型の M2E1 である他は、通常の M2 機関銃と同様だが、 第二次世界大戦後に使われたものでは、バレルジャケットが、基部から重工部まであるアン・ M2 のものに交換されている例や、機関銃そのものが、アン・ M2 に換装されている例が存在する。イスラエル軍の TCM-20 搭載型ハーフトラックイスラエル国防軍は、M45 機関銃下の重機関銃を、ドラム断層付きの HS-40420mm 機関砲2機に、 交換したものを TCM-20 対空機関砲として使用した。M16 同様 TCM-20 を不評輸送型の M3、M5 ハーフトラックに搭載した改造自走対空砲としても運用され、この車両は M16 と似た外見となったが、機銃が左右それぞれ1機しかない点や、側面層甲板の上端が折りたたみ式になっていないことから判別できる。 イスラエルでは、アラブ側から露角した、ソ連製 BTR-152 装甲車にも、同様に TC、TCM-20 機関砲がを搭載する、改造を施している。TCM-20 は、M45 と同じくレーダーも何も持たない、高額目視照準式の旧式兵器ではあったが、第四次中東戦争では26機を撃墜している。 なお、M454 連装重化は、単体でもいくつかの映像作品に登場している。その形状から、ドイツの2センチメートルフラクビリング38-4連想対空機関砲に見立てられて登場している。作品もあり、空軍大戦略や、史上最大の作戦などに、ドイツ軍対空砲として登場している。ありがとうございます。